ボートレース尼崎の優派味覚統拝は27日、準優勝戦が行われた。西村拓也、37イコール大阪、は準優 11R、陰逃げを決めて優勝戦に駒を進めた。あの向かい風の中、全速でコンマ09だから自分の行ける範囲では行った。結果、勝ててよかったとレースを振り返った。船足は、 全体では中堅上位だけど優勝戦に入ると普通に毛が生えた程度と言われるようなレベルではない。池永さんとかは良さそうだし、優勝戦まで時間があるので色々やってみると最終決戦に向けて上積みを図る。今節は序盤4戦3勝2着1本と回想3日目に5、3着と調子を落としたが、この日は再びに1着とリズムアップに成功した。 ーチも4月一般戦3着、6月 SG グラチャン6着と今年に輸出。通算でも重輸出2部位と実績も十分ある。2号艇なので勝率は4%くらいと控えめに話したが、逆転部位の可能性は十分だ。